願いします。はい、新幹線で初めてのキュンキュンです。もうキュンキュン、このフレーズだけでキュンキュンなんですけど、これ一体どういうことがあったんですか？新幹線に乗ってた時にスーツケースを持ってたんで、その日横の、まあ、席に、その座席のところに置いてたら、海外の方がいらっしゃって、英語で僕ここの横の席だよっておっしゃったんです。でそしたらそのスーツケースを上の棚に置いてくださったんですよ。その時点で私はキュンキュンなんですけ ど、そこからまだ続きがあって、まだあるお友達さんが来られて、僕向こうの席に行くってなって、向こうに行かれて、そしたら5分後くらいにその海外の方が戻ってきて、上にあったスーツケースを下ろしてバーイって言って去ってったんですよ。はぁ、めっちゃキュンキュンじゃないですか。やばし、なかなかね、一人で重いスーツケース上に上げるの難しいですもんね。私もしそれなかったら、いや結構大変ですよね。しかもその方来てくれなかったら、スーツケース忘れたまま絶対降りてたので。いや、そんなあ、じゃあ余計なことしたそもそも忘れるきっかけをつけたら。はい、車の免許と大学受験の勉強です。車の免許は6月に18歳になるので、それに向けて今勉強してるんですけど、私去年船の免許を取ったんですよ。はい、車の前に先に船の免許を取ろうと思って、船の免許先持ってて、なので車の免許、そして今度は空ですね、空を空の免許え、大学受験は空系の空系じゃないんですけど、もう海と陸と行ったら、そしたらもう空行こうかな。かっこいい、かっこいいじゃん。あとこっちも大学受験、大学を志望しているので、大学受験に向けての勉強を1年間頑張ろうという感じです。まさにね、Z 世代で一勉強でしたから、うんうん、実はですね、今年2022年の4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられるんですよね。本田さんは6月1日で18歳、つまり新成人になるということですけれども、どうでしょう、何か気持ちの変化とか抱負とかありますか？そうですね、新成人第1号ということなので。あ、そうなの？はい、でもめちゃめちゃ楽しみです。小さい時からなんかちょっと悪いことしても全部自分じゃなくて両親が責任を負うのが私はあんまり好きじゃなかったので、やっと自分で責任を持てる、自覚が持てるっていうのがすごく嬉しいのと、でも急に18歳になった瞬間から両親に何も相談しちゃいけませんってわけじゃないじゃないですか、うん、なので18歳になっても両親と相談して少しずつ大人になっていけるようにと思ってます。楽しみです。ありがとうございます。すごい頼もしくてね、素晴らしいご意見ありがとうございました。私先輩に第2ボタンくださいって言いました。言ったの？言ったんですけど、もうあげる人決まっちゃって、マジかって一個しかないもんね。そうで、じゃあ第一でもいいよって言ったら、予備のボタンまで全部あげる人決まってるって言われました。かっこいい何それ。その人はもうめちゃくちゃかっこいい人なんだ。そうです、はい、学校一の人ってことだよね。でもこれ以上話すとマネージャーさんに多分怒られる。いやいや、いいじゃんいいじゃん、別にもらえなかった話なんだから。そんなプライベートのボタンのことまでマネージャーしてくるの？あんなボタンの話しないでください。オフレコでということで、オフレコ、はい、もらえない、生配信中。